はい、えー、それではですね、えー、始めていければと思います。えー、今日の、えー、テーマは、ですね予実管理と、えー、管理会計の違いですねについて、えー、会話できればと思います。で、予、え、実、ー、管理と管理会計の違いは何っていうふうに、まああの、結構ファイナンス系の方って、えー、っと言葉の定義をしっかり調べられる方が多いと思うんですね。まあ、なのので結構あの おまあ、聞かれる、えー、機会もありますので、えー、ちょっと解説できればと思います。で、あの、予実管理と,、えー、と管理会計の違いを、えっ、ー、と、まあ、皆さんはこの動画というか、を見ていただく目的というか、メリットというと、あの、まあ、経営層の方からですね、例えば予実管理を強化したい、してくれとかですね、あるいは、 管理会計を強化してほしいっていうふうに、まあ、例えば言われたとしますといったときに、その期待されているものっていうものが、予実管理の何を、えーまあ、強化するのか、あるいは管理会計の何を強化するのかっていうのが、ですね、えー、外れてしまうと、その期待されている内容と違うタスクをしてしまうリスクがあるので、まあ、それで、えーまあ、聞かれるんじゃないかなと思います。なので、まあえーと われわれからですね、どっちかっていうと実務というか、IT 化するプロジェクトが多いので、えー、実務の面でですね、それぞれの違いを解説できればと思います。はい。で、えっ、ー、と、まあ、いつも通りというか、結論からお伝えすると、えっ、ー、と、予実管理と管理会計っていう言葉に、まに、あ、実務上の実は明確な違いっていうのはちょっとないっていうのが、えっ、ー、と、結論から言う答えでっ、えー、と私もですね、あのーまあ、日本の会計士の方が書いた本とか、 えーまあ、管理会計の本とかですね、書いた、あのよ読んでみたんですけれども、実は予実管理っていう定義って、会計の本ではあんまり出てこないです、ね。であの <laughs> まあ意味を調べると予算と実績の管理っていうことなので、えーまあ、予実の差異があった場合には、じゃそれがなんだっていうふうに確認されるとか、ことはあるんですけど、まああのまあ、予実管理はどっちかというと、その一般用語というか <laughs>、会計から <laughs> 生まれた 用語ではないのかなっていうところが、まあちょっとあの、いくつか調べた上での、えっと、答えになります。あの、予実管理自体の定義は、会計の方にはなかったっていうことですね。じゃあ、えっと、実務としてですね、あの、実際にその、どうかっていうところですね。で、言うと、 四日間にはですね管理会計の一部なんじゃないかなっていうのがえと実務上のえと答えになります。で、それを示すですねちょっと参考の資料があったので、それをえと解説すると、ですねこれは CFO 協会のセミナーであった資料から、この図があるわけではなくて、このえと統計ですね、経営管理部長のえ方の業務割合っていうので、 えとまあ、200社ぐらいですかね、えー、とあった中で、えーまあ、時間の使い方っていうのを分析したんですけども、えーとまあ、あの図をちょっと説明すると、右の軸がですね付加価値が高い業務というところですね。で、それに対して上は、えー、とかけている時間っていうところでこう分布されているんですけど。 えっと、まあ、予実管理っていうとここですよね。予算実績分析、えー、予実再分析っていうところが、まさに予実管理のところかなと思います。で、言い方を変えると、えっ、ー、と、計画予算とか予測をするとかですね、えっ、ー、と、部門間を調整する。まあ、実際予実再があって調整することは後で発生するかもしれないですけど、予実管理の、えっ、ー、と、以外、どっちかというと、この黄色で囲ったところっていうのは管理会計に位置するのかなと。 こういうふうに私は見ましたというところですね。はい。この資料は、えっと、もともとちょっと、えっと、別のセミナーとかで使っている資料で、 えまあ、経営管理部長がですねあの業務の実態というか統計的にですね、えー、将来予測とか、えー、管理会計にですね使われている時間の方が多かったり、まあ、価値としても高いって見なしてますよっていうふうに、えーとまあ、まとめた資料の抜粋なんですけれどもあの今日の、えー、とテーマでいう予実管理と管理会計の違いというかあいう意味で言うと、まあ、管理会計の中に予実管理が含まれているっていう方が まあ実務としては、えっ、ー、と、捉えやすいのかなと思って、まあ、それを説明するための素材としてですね、えー、こちらのえ画像というか、えー、図表を説明させていただきました。はい。<laughs> で えとじゃあ、えーと、まとめて、えーま、まとめるというか、えーと、関係図で言うとどうかっていうと、まあ、管理会計と予実管理の集合関係で言うとですね、えーと、管理会計の中に予実管理が含まれているっていうところなので、じゃあ、っ、えー、と元々の冒頭のテーマであった、予実管理と管理会計の違いはっていう意味で言うと、まあ、管理会計の中に含まれるので、えーと、同じことを指している場合もあれば違うことを指しているケースもあるかなというふうなのは。 えーと実務的なというか、えー、私のい、えーまあ、ったんの意見かなと思っております。うん、はい。で、まあえー、とじゃあ、えーとまあ、ここまでですね聞いた方で、じゃあ、例えば、えー、と結局ですね、えーとそのまあ、冒頭、その役員の方から予実管理を強化したいとか、あるいは管理会計を強化してくれっていうふうに依頼だった場合に、じゃあ、あの 何て言うんでしょう、きれいに業務として分かれてない内容なので、えーと、何を強化したらいいんだっていうのの答えですね、えー、いうのが、まあ、ちょっとこれだと得られないっていうところだと思うんですよね。あのまあ、内包されちゃってるので。なので、えーとまあ、その役員の方が、えー、と何を指しているかっていうのは、やっぱりこう。 えっと、頑張ってというか聞くしかないのかなっていうのが、えっ、ー、と、我々から思うところですね。まあ、あの、先ほどの図解に戻って、この部門間調整を例えば予実管理でしてほしいっていうのはちょっとまあ考えづらいので、例えばですけど、予実異を えー、余実、まあ、ちょっと、じゃあ、えっ、ー、と、片方、えー、余実管理を強化したいって言った場合には、余実際の原因をもっときちんと、えー、例えば、こう、明らかにしてほしいのか、それともその余実管理の、えっ、ー、と、まあ、なんていう予、予測の精度を現場に報告数字を上げてほしいので、えー、現場がですね、その余実と実績の際を特定しやすくするような仕組みを強化してほしいものなのか、あるいは、 えー、管理会計を強化してほしいというふうに、例えば役員の方が、景、え、気、ーまあの方にです、ね、依頼されたとすると、例えば、えー、と業績の分析を強化することによって、決算説明の資料を、えー、例えばグラフとか、えー、外部向けに分かりやすい資料を強化してほしいということなのか。 あーっていうのと、まあそ、その、まあ、その管理会議、教科書をして中には、予実会の原因も、えっ、ー、と、説明資料に含まれたりするので、まあ、予実管理の強化っていうのも含まれるかもしれないというところなので、まあ、あの、<coughs> まあ、私からの、まあ、あの、メッセージというか、としましては、 あ,あの、一般用語、予実管理自体会計用語ではなくて、えっ、ー、と、管理会計の一部っていうか、含まれちゃっていて、なかなか綺麗に違いっていうのはちょっとないので、まあ、なので、あの、振られた側の方は、えっ、ー、と、何を、えー まあ、その、要望されてるかっていうのを、まあ、ちょっと、えっと、確認されて、で、えっと、期待されてる内容を具体化する方がいいんじゃないかな、と。あの、用語の定義を辿っても、答えはないんじゃないかな、っていうところが、え、今日のですね、動画の結論というふうに思っております。はい。では、えっと、今日お話ししたかった内容ですね、えっ、ー、と、しましては、えっと、予実管理と管理体系の違いは何かっていうところだったんですけども、答えとしては、 予実、えー、管理は、えー、と管理会計の部分に含まれてるっていうのが、えー、と弊社からの、えーまあ、あの弊社がまあ調べた上での、まあ、答えというふうになります。なので関係図でいうと、えー、管理会計の中に予実管理が含まれてるっていうのが、まあ、実務的にもですね、えー、とこういうふうな。 えとイメージに使っている方が多いのかなと思いますので、<laughs> なので、えーと、管理会計を強化したい、あるいは予実管理を強化したいっていうふうに、まあ、例えば役員の方からオーダーというか、依頼されたのであれば、えー、と具体的にどこを、何を、えー、強化したいのかっていうのを確認しないと、えーまああの、タスクに落ちないというか、ああいうところにつながってくるのかな、ところが、えーまあ、結論かなというふうな形になりました。 <coughs> はいでえー、とじゃあ、えーと、管理会計、まあ、予実管理の定義は予算と実績の差異を確認することだとかお伝えしましたけど、じゃあ、管理会計の、えー、定義ってなんだっていうところですね、まあ、ちょっと、まあ、ご参考に、こちらあの、会計士のお資格の資料から抜粋ですけれども。<coughs> もともと、まあ、制度会計は、えー、と外部向けに、えー、と発表するもので管理会計は、えー、とマネージメントアカウンティングっていうんですけど、あのーまあ、内部ですね、えー、内部を管理するための会計になるのでもともとはです、ねあのー、違いの定義からすると会社内部の 内容となってますというところなので、まあ、こちらの図表をですね、えー、まあちょっと動画をちょっと止めてみて、えー、見ていただければなと思います。まあ、あのポイントとしてはですね、ここですね、あのしょ <laughs> 管理会計ってあの本来その、なんていうでしょう、他の会社がこうすべきっていうものではないていうか、えー、と会社が自由に決めていいっていうのが、もともとの管理会計定義なので、まあ、その分、なんていうでしょう、解散によってまつまつ なのがあの、まあ、問題点というかあの、システム化する上で,でも医者ごとに違うので、まあ、なかなかその要件を整理するとかに、えー、苦労したりするんですけれども、まあ、あの管理会計とは何かという意味でいうと、えー、こちらのようなかあの観点でですねそれぞれ比較していますので、えーご,覧まあ、ご参考までというところでご覧になっていただければなと思います。はい では、えー、と本日ですね、えー、予実管理と管理会計の違いについて解説させていただきました。はい、ありがとうございました。